皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。皆さん気になられてると思います、このジオブレイクの70シリーズなんですけども、今日から3回に分けてこの VSSV とね、順番に1機種ずつレビューをしていきたいと思います。では皆さん気になられてるこのジオブレイクの中でもね、 VSSVS のシリーズなんですけれども、まあ、どういった特徴があるのかっていうのをご説明していきたいと思います。まあ、普通ですね、ラケットって現代でいうと前衛用後衛用って分かれていて、後衛用であればヘッドが重くてストロークが振りやすい、前衛用であればヘッドが軽くて、ボレーなので、ね、初速が上がりますという、設定にしているラケットが多いんですけれども、この VS はちょうどその間ぐらいですね、はい、イーブンバランスよりも気持ち先が重めぐらいの設定になっております。で少しだけ先が重いので、まあ、ストロークも打てますし、かといってこうボレーの時、前に出る時でも先が重すぎないので、ボレーなんかも、まあ、非常にやりやすいバランス、重量バランスの設計になっています。まあ、どちらのポジションになっても扱えるバランスといったところでしょうか。そしてですね、こうバランスが違うだけではなくて、フレームの形状、ラケットのしなりというのも非常にこう計算されています。後衛用ラケットのジョーブレイク70シリーズでは、従来通りのフレームのこの辺りですね、はい、フレームの上部、そしてフレーム全体がグッとこうシャフトの部分ですね、このシャフトからシャフトの上部ぐらい、ここまでがグーッと全体的にしたイメージなんですが、このジオブレイク VS、このバーサスですね、バーサスの方はここです、はい、このシャフトの付け根あたりというのが、まあ、一番しなるポイントに設定されています。なおかつですね、フレームのこの下の方ですね、この 70S、S モデルと比べてもらうと、ちょっとね、動画では分かりにくいかもしれないんですが、手元の方がスイートスポットがやや広くなっております。そうすることでですね、玉掴み感と弾くっていうのが非常にこう両立したバランスになります。で、どうしてもこの VS ですね、以前まで出てたこうネクシガの90デュエルとかみたいな硬いイメージをされている方がいらっしゃるかもしれないんですけども、実は全然そんなこともなくて、フレームが以前のデュエルがちょっと薄くなってるんですね。まあ、そうすることによって、こう、しなりが生まれます。そして、ヨネックさん特殊のバーサステックですね。このフレーム形状が逆 R 形状というのをしておりまして、まあ、そうすることによって、弾き感、そして玉掴み感も生まれる。フレームのたわみが生まれつつ、そしてフレーム、スイートエリアの下の方の拡大ですね。まあ、そういった機能があるので、まあ、どんな方でも使いやすいラケットかな。70番、ヨネックスでいうと77がつく数字のやつで、ちょっと固めとか、大体、まあ、ヨネックスさんで真ん中らへんのラケットになるので、どうしてもこう初心者使いにくいよってイメージあるかもしれないんですけども、この VS に関しては、まあ、フレームの弾きもありますし、なおかつ思い切り打っていきたいときのドライブ回転しなりなんかもありますので、まあ、逆に初心者の方でも、ガットを少し柔らかめのものを組み合わせていただくことで、全然使えるラケットに、幅広い方に使っていただけるラケットになっています。そして最後になったんですけれども、こちらのラケットはですね、重さの設定が軽めのものを作ってくれているんですね。従来の UL だけではなく UXL という軽いタイプの、重さを用意してくれてます。まあ、そのおかげで、初心者の方、女性の方、力のない方でも十分に扱っていただけるモデルになっているのではないかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こちらのですね、ジオブレイク70シリーズに関しましては発売前になんと打てます。シダができます。ぜひね、ジオブレイク70打ってみたいよっていう方は、毎週土曜日10時頃から万博テニスガーデンさんの方でシダ会をやらせていただいております。シダ会は10時から12時までの2時間です。ちょっとね、たくさん来られると打てる時間が少ないんですけれども、あと皆さんにね、なるべくたくさん打っていただけるようにラケットを購入しております。また他のラケットもたくさんご用意しておりますので、今自分の使ってるラケットね、ジオブレイク新シリーズ比べてみたいという方はぜひシダ会の方に参加してください。次の土曜日、明日ですね、6月22日の10時から12時で、またその翌週もその次も毎週シダ会はやりますので、ぜひぜひね、ご参加いただければなと思います。それではこの動画を見て面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。